政界の大乱、菅、義偉の岸田攻撃で自民党崩壊、驚愕の真相とは。菅義偉前首相の岸田文雄首相に対する一連の批判は彼の政治的な野心と政権運営の問題を浮き彫りにしており、自民党内の権力闘争が激化している、これは日本の政治の健全性を損ね、国民の信頼を大きく揺るがしている。菅前首相は岸田首相の責任回避や独断専行に対する不満を口にし、その結果、党内での対立が激化している。菅氏の批判は彼自身の政治的立場を強化しようとする意図があると同時に、自民党内の派閥闘争を一層複雑にしている。菅氏の一連の発言は彼が岸田首相の政権運営に対して深い不満を抱いていることを示している。6月26日に発売された月刊花田に掲載されたインタビュー記事で、菅氏は岸田首相の派閥裏金事件に対する対応を厳しく非難した。彼は岸田首相が自身に対しても厳しい処分を科すべきだったと主張し、全ての派閥を一気に解消すべきだったと指摘した。また、次期衆院選では自民党が厳しい戦いになると予測し、若い優秀な議員が台頭すべきだと述べた。さらに、菅氏の動きが注目される中、党内では菅氏が誰を総裁選で担ぐのかという憶測が広がっている。菅氏が萩生田光一前政調会長、加藤勝信元官房長官、武田良太元総務省、小泉進次郎元環境省と会食したことが、党内に波紋を広げた。これに対して、ネット上では、フィクサー、スガーリンがついに動き始めた、という歓迎の声もあれば、お眉、という批判の声も少なくない。また、麻生太郎副総裁と、河野太郎デジタル担当相の会食も大きな話題となり、河野氏が、総裁選に出馬する意向を麻生氏に伝えたとの報道がなされた。しかし、河野氏はこの報道を否定しており、総裁選の行方は未だ不透明だ。菅前首相の岸田首相に対する一連の批判と自民党内の権力闘争は日本の政治の不透明さと不安定さを露呈している。党内の派閥闘争が続く限り、国民の政治に対する信頼は揺らぎ続けるだろう。政治の透明性と安定性を取り戻すためには、党内での健全な競争と協力が不可欠だ。あなたは、この政治的な対立についてどう思いますか？日本の政治は、このままで良いのでしょうか？